台風10号ですけれども、現在関東の東の海上を東の方向に進んでおります。で、現在の位置と今後の予想進路図をご覧ください。現在はですね、この関東の遥か東の海上にありまして、北東方向に進んでおります。で、この後さらに陸地の方から離れる予想で、この台風による日本への雨や風の強まりといった直接的な影響はないと見ております。ただ波の高い状況はまだ続いております。こちらが今日の12時の方波の予想ですけれども、北日本から東日本にかけてのこの太平洋側でまだ3メートル以上の波となっているほか、こちらはこの台風9号の周りを吹いている南風による高波ですね。こういったものも続けて押し寄せてくることになりそうです。今日は東日本、北日本はもう広い範囲で引き続き海のレジャーは控えてください。また波でいきますと、日本海でもかなり高くなってくる予想です。以上、台風10号の情報をお伝えします。